はい、サイモックンです。皆さん、ニコンの Z8 到着しましたでしょうか。朝からね、ツイッターのタイムラインがね、もう Z8 のね、購入報告で埋め尽くされてるわけなんですけれども、まあよくね、約54万円のカメラがあんな飛ぶようにね、売れてくなと思って、カメラ業界ね、実はめちゃめちゃ儲かってるんじゃないかなってね、錯覚しちゃうほどですね。まあ僕のツイッターのね、周りがそういう人たちなのかもしれないんですけれども、本当にね、皆さんよくお金持ってらっしゃるなと思ってびっくりしました。はい、そんなこんなでですね、このニコンの Z8、公式のお仕事もさせていただいたので、まあ僕はしばらく使ったんですけれども、しばらく使った雑感といいますか、感想を述べさせていただけたらなと思います。小さいボディながらニコンの Z9 と同等のスペックを詰め込んだね、このニコンのね、革新的なカメラということでですね、フィルムムービーもね、高次元に撮影できるカメラということで注目度が高かったんですよね。詳しいレビューに関してはすでに上げてますので、概要欄にリンク貼っておきます。で、まず最初にこのニコンの Z8、僕は仕事で使う目的で購入しました。で、購入した理由としてはそうなんですけれども、使えば使うほどですね、もう手に馴染むで、グリップ感がまずね、めちゃめちゃいいんですよ。なので、気づいたらですね、ちょっとお散歩に持ってこうとかですね、日常的に持ち出すカメラとしても持ち運んでる自分がいたのが一つ驚きのポイントでした。見ての通りですね、ニッコルのね、このオールドレンズがついてるんですけれども、こうやってプライベート使いとかスナップ使いでも使っております。めちゃめちゃかっこよくないですか？こんな感じでですね、もうめちゃめちゃルックスがイケメンなんですよ。これは持ち出したくなるよね。なので、こういう 40mm の F2 とかオールドレンズとか小さいレンズでね、日常使いするっていうのも非常にいいかなと思いました。今まではですね、ニコンの Z9、仕事ではね、めちゃめちゃホールド感あって使いやすくて、やっぱりね、もうサクサクビシバシ撮れたので非常に活躍してたんですけれども、プライベート持ち出そうかってなった時はやっぱりね、ニコンの ZFC とか持ち出すことが多かったんですけれども、これだとね、プライベートもついつい持ち出しちゃうんですよね。やっぱりね、Z9 の大きさっていうのはプライベート使いではちょっと大きいのかなっていうのを、僕はね、自然に Z8 を持ち出してる自分を見て感じました。なので本当に業務用途からプライベートまで共に寄り添えるカメラと思っていて、この Z8 ってカメラ非常に多くの人に押せるんじゃないかなと思いました。で、なんといってもですね、スチールとムービーハイブリッドに撮れるということでですね、今の時代ですね、やっぱ動画が普及してきてですね、スチールを撮ったついでにムービーも押さえとくみたいなところが非常にね、重要になってきました。まあこれはね、流行りっていうのもあるんですけれども、今ね、 AI がすごいでしょ。だってね、 AI が作った写真がですね、ソニーのワールドフォトグラフィーのね、受賞しちゃったりですとかね、それぐらいね、 AI がね、進化してるんですよ。ってなった時に、本当に自分がリアルで遭遇して押さえた写真の証明というかですね、ムービーも押さえとくとですね、こういうシチュエーションに出会ってこういう写真を押さえたよみたいにね、同時に2つ記録できるっていうのは非常にいいなと思いました。先日ね、野鳥撮影に行ったんですけれども、その動画また後日出しますけれども、ちょっと見ていただきましょうか。はい、こんな感じでですね、アオサギがですね、魚を見つけて捉えるシーンなんですけれども、これをですね、4K 映像で押さえつつ、写真も押さえました。次に写真を見ていただきましょう。これはね、アオサギが先ほどの動画に見た通り、お魚をね、狙う前のシーンですね。こんな感じでお魚を探している様子を押さえた後で、ムービーに切り替えて、先ほどのムービーを撮りました。で、その直後ですよね、お魚を捕まえた後のシーン、こちらです。はい。魚がね、もうくちばしで貫通してて、ちょっと迫力ありますよね。ちょっと生々しいかなと思うので、苦手な人はあれなんですけれども、僕ね、野鳥撮影めちゃめちゃハマっててですね、こういうね、なんか生命を感じるというかですね、瞬間瞬間の出会いと言いますか、僕はですね、スナップとかポートレートとかが主なジャンルなんですけれども、今まで挑戦してこなかったジャンルのね、写真や映像に、ニコンの Z9 を購入したきっかけに出会ったわけなんですけれども、新たなジャンルへの出会いとか挑戦とか気づきとかいうのもですね、このニコンのね、Z9 とか Z8 に出会うことによって皆さんもね、巡り合えるかもしれないので、今皆さんがやってるジャンル外のね、撮影にチャレンジしてみても楽しいのかなと思いました。まあ言うてもですね、野鳥撮影とかはやっぱりこういうね、超望遠って言って大きいレンズになってくるのでですね、 Z9 の方がやっぱホールド感とかね、縦位置の撮影とか瞬時に切り替えれるので向いてるかなとは思うんですけれども、 Z8 でね、やっても全然問題なかったのでですね、まあ慣れかなっては思いますよね。ただですね、 Z8
Z9 があるとなると、超望遠使うときは Z9 使ってしまうなとは正直思いました。やっぱりね、その辺の使い勝手の良さはフラッグシップ機ですよね。まあ、こんな感じでですね、ニコンの Z8 というカメラは、瞬時にね、ハイブリッドにスチールとムービーを切り替えることも相まってですね、写真も動画もハイクオリティで高次元の作品を残すことができます。それが一番の魅力ですね。で、先ほども述べた通り、今からね、AI がすごい発展してくると思うので、これはリアルな写真なのか、AI で作った写真なのかっていうね、論争とかも今後起きてくると思うんですよ。そういった時にですね、僕はね、ムービーでも残して、写真でも残しておこうかなと思いました。あとはシンプルにですね、ムービーってやっぱりその場の臨場感とかですね、迫力っていうのがもうダイレクトに伝わってね、映ってくるので、それと並行して写真作品も残すっていうのは非常に面白いんですよね。なので、Z8 購入した方はぜひですね、写真しか撮らなかった方もですね、ムービーに挑戦してほしいです。で、先ほど見ていただいた映像はですね、ニコンの色味のまま使っております。ニコンのね、取っ手出しの色味ってめちゃめちゃ綺麗なんですよね。なので、本当にムービーに苦手意識とかやったことないよっていう人も、ニコンの絵はね、非常に綺麗なのでですね、写真を撮ってる感覚で切り替えて、そのまま取っ手出しで使ってもですね、非常に綺麗なので、まず気軽にね、チャレンジしてみてほしいなと思いました。せっかくですね、ムービースペックもね、異次元レベルのね、Z8 ですから、まず最初は楽しみながらね、映像にも挑戦してくれる人がいっぱいね、増えたらいいなと思って、僕はニコンの Z8 をね、使いながら思ってます。はい、今日はこんな感じでニコンのね、Z8 が発売されたということで、軽い雑談だったんですけれども、で、このニコンの Z8 ですね、なんといってもこの小型軽量さが売りなんですけれども、Z9 で使ってたレンズたちとね、ちょっと運用方法を工夫して変えてみようかなと思いました。せっかくの小型のボディなので、僕が今まで使ったレンズの中でですね、Z レンズの中でも小型でハイパフォーマンスなレンズっていうのがね、いくつかあって、それをね、まとめて購入したので、届き次第ですね、この Z8 にね、装着してバランス感の含めね、見ていただこうかなと思っております。まあ、あとね、ニコンさんから先ほどね、レンタル用でお願いしてたレンズもね、到着したのでですね、またこの Z8 と合わせてね、皆さんにお伝えできたらなと思っております。こんな感じで僕のチャンネルではニコンの Z8 の動画、今後増えていくかなと思いますので、ぜひね、チャンネル登録していただけるとすごく嬉しいです。はい、てな感じで、本日ね、ニコンの Z8 手元に届いた皆さんはおめでとうございます。そしてね、迷ってる方は、ぜひね、ニコンの Z8、いろいろね、動画すでに出てると思うのでですね、僕の動画じゃなくてもいいので、いろいろ調べてみてですね、購入検討されてみてはいかがでしょうか。ニコンの公式の方にですね、僕が出演しているスペシャルインタビューの方の動画が上がっていたりですとか、あとは僕自身のチャンネルでもレビュー動画出してるので、概要欄にリンク貼っておくので、そちらもチェックしてみてください。楽しかったらいいなと思ってくださる方は、ぜひね、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。じゃあね、バイバーイ。Z8、マジでいいよ。